シロップ入れてます。お菓子セットありがとうございます。ハートありがとうございます。おはようございます。ちょっとコンタクトが切れててメガネです。おはようございます。ファイトありがとうございます。雨だね。そうだね、曇り空。まだ降ってはないけど曇り空。おはようございます。あ、風船ありがとうございます。おやすみ、やっほー。お化けありがとうございます。あ、ハロウィン終わったけどハロウィンギフトあるのね。今日から11月です。信じがたいお話ですが11月です。やばいね、あと10日でポッキーだよ。おはー、野球ボールありがとうございます。おはよん、おはよしみん。風船ありがとうございます。おはよう。お菓子セットありがとうございます。バラありがとうございます。今日は寝癖を直すのがめんどくさくて一つくくりにしてしまいましたが、思ったより短くてラーメン屋さんみたいになっちゃったけど、今から直すのはめんどくさいので今日はこれで。お菓子セットありがとうございます。バラありがとうございます。おはよしこちゃん。ポッキーは確かに買ったんだ、楽しそう。今日めっちゃいい匂いがすると思ったら、こちらにパンケーキが、あったかいうちにと思ったけどもうあったかくなかったです。ちょっとチンしてもらおうかな。チンしてあったかいうちに食べます。今日も何かと忙しいうちにみんなでパワー、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、オンラインお話し会と握手会の申し込みが明日の、あ、今日の15時までです。なんとオンラインお話し会の完売がちょっと一つ増えました。イエーイ、ありがとうございます。で、追加をしていただきまして 1,2,3部になりました。ありがとうございます。で、12月8日も前回落選があったのけどお支払い漏れがあったみたいなので残りわずかかなという感じです。今週のおすすめは2月23日の大阪の握手会の2部がおすすめですので、いつもショールーム見てるよとか神戸で話し足りなかったなとか神戸は行けなかったなって方はぜひ大阪に会いに来てくださると嬉しいです。あ、どうも。あ、めっちゃいい香り、パンケーキの匂いだ。バラありがとうございます。早々に完売でね、ありがとうございます。結構1時とかの時点でもう気になってちょびっとだけ撮ったみたいな方が神戸は多かった、嬉しかったです。ぜひ少しでも気になる方は大阪の握手会でぜひお待ちしてます。2部がおすすめです。大阪の握手会、大阪は行けないんだって方はオンラインか愛知かでサメ会かでお会いしましょう。いただきます。うん、おいしい、ふわふわだ。ブラックコーヒーください。あったっけ、バリスタ。あ、ポチりました、ありがとうございます。ぜひいつも配信見てくださってっていう方も来てくれたら嬉しいです。コメントは書いてないけど見てるって方がね思ったより多くて嬉しかったです。耳だけ参加の皆さんありがとうございます。
雪だるま方式で増えていきます。追加したありがとうございますありがとうございます。全に行っていきます。ありがとうございます。そう、写メ会もあの年賀状渡し会もあるのでね、気になる方はぜひ。ハートと野球ボールありがとうございます。コーヒーはブラック、最近ブラックハマってる。僕にはブラックコーヒーちょっと難しいなお菓子セットとだるまありがとうございます。コメントはしてるけど見てないって人一番赤いやつ一番悲しいやつ。ハートありがとうございます。ガネメメガネねおはよう。年賀状もらいに行きます。ありがとうございます。年賀状でもぜひ待ってます。気になるよね、なんか普通にどういう感じなのか。おはよちみー、気持ちだけブラックコーヒーいいねいいね。そう、15時までになったんだね最近。混むからみたいか。どうぞ。どうも。ハッピーハロウィンのギフトありがとうございます。ね、ありがとうございます。かわいいハロウィンはあったけど、ありがとうございます。ハッピーハロウィンです。年賀状渡すので喋れないって。でもさ、そんな卒業証書ばりにゆっくり渡すわけじゃないと思うんだけど息吸うぐらいしかないと思うんだけど。メガネ休み、メガネ幼稚かわいい、ありがとうございますね、15時なら昼休みにできるからいいみたいなね、っていう方多かったね。そうそうそう、12時だとね。ハートありがとうございます。あ、ゼロです。あ、そうだね、リセットありがとうございます。よしみの皆さん、バナーに入れてるのでね、今受付中なので、ぜひ今この配信見ながらポチッとしようかなって方は左のバナーから飛べるので、ぜひ。なんちゃらショー、どうぞどうぞこちらに。土日だと最高。あれ違うっけ、大阪の握手会は土日じゃなかった気がするけど、それ以外のイベントは全部土日です。お話し会もオンラインお話し会もね。2月23日は、あ、日曜日じゃん。日曜日だわ、祝日だけど日曜日です。ぜひお待ちしてます。少しでも気になる方は。サメ会楽しみだね。来週は幕張の握手会、来週、来週、再来週、再来週の次の週がサメ会だから、あれ、あ、来週で申し込み終わりかな、今週で終わりかなっていうところだけど、来週で多分写メ会の申し込みは最後かな。東京だよね。うん、ハートありがとうございます。
ああ、申し込みね。申し込みが土日だと確かに平日忙しい、ね、うんうん、方が多いよねきっと。そうだよね、確かに。12月8の女の話から申し込んだ、ありがとうございます、嬉しい。もう少しで完売だと思います。この配信見に来たのとはもうよしみ、イエスイエス。翌日から、そうだよね。あ、でも日曜日の公演は次の日起きるの大変。関西で署名会ないの辛いよね。まあでも前のイベントの時に関東でやってほしいっていう声が多かったから、多分関東になったんだと。でも関東でやってほしいっていう声が多くて、関東でやったらなんで関西ないんだってなるって難しいよね。まあどっちでもやりたいんだけど。うん、握手会でポーズ決める会議やる。確かに何のポーズするか決めたいね。美味しい。冷凍ベリーミックスを合わせてるんだけど、ベリーミックスが冷たくて美味しい。ユートピアのイベント出られるのかな。出れるんじゃないかな。なんか規制別なんとかとかあったし、あれ全員じゃなかったっけ、全員って誰か言ってた気する。性別 MC みたいなのあった気がする。レイポン一人になっちゃう。レイポンだけ一人になっちゃうよ。ジヒンさん、ジヒンさんと一緒に一人楽しめ。あなたも今日で休み押し。イエス、楽しんできてね、ありがとうございます。そう、明日ぜひ見てください、ショールーム生配信。明日も多分朝にすると思います。ぜひ見てください。おはようございます。ハートありがとうございます。土日昼夜4公演は経験全然あるよ。3回4回くらいやったことあると思う、確か。5公演くらいやったことある最高。あ、5公演やったっけ。あった。なんか春休みにめっちゃ出た。春休みめっちゃ出たよね。一月12回くらい公演出てた気がする。まあ春休みだしね。夏って公演が少ないんだよね。ライブもお菓子セットありがとうございます。確かにこれが多そうだね。頑張らぬアイポーズ。あら、メガネかわいい、ありがとうございます。確かにチヒーさんは全員だったとしても一人。確かにそうだね。どうするんだろう、トークショー、ソロトークショーになるのかな。パンプキンありがとうございます。バラありがとうございます。本当だ、2週連続関東、嬉しいね。
大阪の握手会は2月とだいぶ先だけど、もう予定が大丈夫そうって方はぜひ。ちょっとでも難しいのかな、まだちょっと怖いのかな。でも2月って何あるか分かんないもんね。確か。じゃあ社名会の締め切りかもしれない。いや来週かな多分。あ、2月の予定がもういけそうかなって方はぜひ2月の握手会で今週の申し込みはお待ちしてます。2部で待ってます。2部で待ってます。おじいちゃんにもうあれかけといてあげて、はちみつ、うん、大量にかけようかな。パンケーキおかわりいいですか。うん、あ、確かに大阪次の日振り替え休日だもんね。ほんとだ、次の日休み嬉しいね。次の日皆さんも休みだと嬉しいのかな、まあ、これを機にちょっと初めての大阪遠征してみようかなって方もお待ちしてますか、関西の皆さんももちろん。うん、予定は未定だけど申し込みましたいいねいいねいいね。握手会入れてから仕事決めますハピハロ人事遅れ。2月大阪行こうと考えてる。おお、待ってます。ぜひぜひ2月祝日だし3連休の方も多いと思うし。2月って本当に何があるか分かんないから、いろんなお話できそうだよね。新公演も始まってるし、新春も終わってるし、大阪移動の希望大阪チョコレート、まあ、だいぶ過ぎちゃってるけど1週間遅れのバレンタインってこといいね。まあ普通に仕事頑張れ頑張れ。関西の皆さんですが遠征気分味わったいので大阪ホテル。わかる、でも近場でホテルとか泊まってみたいってあれも思ってたね。別にあの家の近くとかそういうんじゃなくて普通に大阪で泊まりたいなって普通に思うよねわかるわかる。ユニバのホテルとか泊まってみたいもん。全然日帰りで行ける距離だけどお返しセットありがとうございます。雪降ってるかも、確かに。え、降ってそう、雪。雪降ってるんじゃないかな。降ってないかな、2月。絶対寒いよね、でも。バラ、ありがとうございます。あ、そういえば一部、追加してもらった12月7日の一部は、私服にしようと思ってたんだよね。私服の日がさ、一日もなくて、実は。今のとこだけど。
私服着てほしいっていう方が意外と多かったので、そう、結構多かったので、私服に一部はしようかなと思ってます。私服正探偵、正探偵にしようと思ってます。大阪の握手会は幕張で着るときメモの制服の予定です。幕張に行けないって方のために。ただ着替えられないので、ときメモの制服に ドラクエの帽子かぶるみたいな そんな感じだと思います。幕張も大阪も、ぜひときメモ好きな方も、そんなに知らないけどって方も、普通にセーラー服なのでね、ぜひお待ちしてます。バラありがとうございます。お、湧いた握手取ってくれたってことかしら。ありがとうございます。京セラドームやばい 京セラドームやばい ねえ、新幹線確かに止まらないことになります。本当だ。あ、確かに道中の凍結ね、スリップとか確かに。ハートありがとうございます。新幹線止まらないこと祈ってます。確かに食べました、パンケーキ美味しかった。ごちそうさまでした。お菓子セットありがとうございます。コーヒー飲もう。ブラックです。見えなかった金曜日頑張りましょう。今日頑張ったら1週間終わりです。土日だー おはよう、ありがとうございます。2月の大阪の握手会申し込みました。嬉しい嬉しい ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。待ってます、楽しみだね。今日も来てんな。人違うからそれ。人間違いしてる。正探偵で行く。嬉しい。ありがとうございます。よしみんだ。正探偵来てきてくださる方多くて嬉しかったです。あ、今、そういえば、ツイッターに告知するのすっかり忘れてたけど、あれですね。そう、オフィシャルショップっていうか、通販だ、通販、それそれ、通販っていうかウェブのショップで出てますので、正探偵、そう、ウェブで遠くて買いに行けなかったっていう方はウェブでぜひ、オンラインショップ、それそれそれ、それが言いたかった。通販じゃなくて それオンラインショップって言いたかった。オンラインショップで正探偵が発売されてますので、とキーホルダーも出てるのでね、セーター T シャツとセーター T シャツ型キーホルダーと、キーホルダー欲しいな、あれね。キーホルダーめっちゃ良くない？つけやすくてさ、バレないし、あんまり。しかもなんかあれの顔ついてるし。あ、ショップでゲットした。嬉しい。ありがとうございます。届くのは12月中旬から末くらいなんですけど、ぜひ。ゲットしてくださると嬉しいです。中旬っていうか12月頭くらいか、オンラインお話し会の7日に生誕ティーデーで着れたらって方がいたので、12月前くらいに届くのかな、12月くらいに届くんですけど、それでもいいよって方はぜひゲットしてください。買いました、ありがとうございます。
セーターンティー実は持ってます。着てください。じゃあ着てきて着てきてください。確かにチケホルンスケートいいね。ほんとだ。あとあれも出てるので、なんかハロウィンのさ終わってから出てきたんだけど、ハロウィンバージョン光るアクリルキーホルダーだって終わってから出てきたんですけど、光るらしいよ。普通に気になる光るアクリルキーホルダーぜひゲットしてください。これいつ出るんだろうってずっと思ってたんだよね。ハロウィンのやつなのにさ、なかなか出ないなと思ってたら、まさかのハロウィン終わってから出てきました。まあ、ギリ夜か。めっちゃ可愛い衣装だったの。めっちゃ好みでね。しかもめっちゃハーフツイン、めっちゃ可愛い髪型してもらったので、ぜひゲットしてください。後でポストするね。朝ポストを連投するわ多分ね。3つくらい多分2つか3つくらい連投するよって。見てください。配信終わったらあげるね。朝ポス連投する予定、先言っときます。全部見てねちゃんとこれ生写真出ないかな。生写真出てほしいな。めっちゃ衣装可愛かったんだよね。しかもセットめっちゃ可愛くない？全部手作りなんだって。本当にお気に入りってか、光るアクリルキーホルダーとはって感じなんだけど、光るってなんだろうね光るってなんだろうね気になるわ。ゴスロリみたいな感じの服でね、めっちゃ可愛かった。ね、光るやばいでは終わりたいと思います。オンラインお話し会と握手会の申し込みは今日の15時までなので、ゆっくりゆっくり悩んでいただいて、ぜひお待ちしてます。今週のおすすめはマイドーム大阪の握手会の2部です。2部がおすすめです。今週はどの日もおすすめなんですけど、特に2部が今週はおすすめなので、空いてるよって方とか、ぜひ少しでも気になった方は、ちょ行ってみようかなと1ミリでも思った方はぜひ来てくださると嬉しいです。お待ちしてます。毎度、次の配信は明日の朝になります。明日もお待ちしてます。13位やすさんありがとうございます。12位なさやさんありがとうございます。11位大名ふひとさんありがとうございます。10位よしさんありがとうございます。9位バンチャさんありがとうございます。8位こしおさんありがとうございます。7位そらさんありがとうございます。6位おろしさんありがとうございます。おお目覚まし失礼しました5位平八さんありがとうございます。4位のぶきちさんありがとうございます。そして3位はデケ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 ウーカメインの箱押しさんでした。ありがとうございます。パチ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 ありがとうございます。そして2位はデケ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 デン4さんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はデケ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 デンみょんさんでした。ありがとうございます。パチ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 。ありがとうございます。皆さんも朝からありがとうございました。金曜日頑張りましょう。忙しくて耳だけの皆さんもありがとうございます。今日も一日頑張ろう。ではでは行ってきたいと思います。金曜日良い一日をお過ごしください。それでは次の配信も来てくれるかな。またねー。